菊池克人と佐々木千秋の言霊アラカル カルト。皆さんこんにちは。お元気でしたか。菊池克人です。はい、皆さんこんにちは、佐々木千秋です。菊池さん、はい、あの菊池さんの中での、うん、こう夏の風物詩って何ですか。あー、夏ね、はい、あの夏は暑いんだけどさ、僕は風鈴って大好きで、昔からいいですよね。いろんなガラスでできた風鈴とか、今金物もたくさんだけども、はい、風鈴ってね、あれ音が鳴るじゃない、はい、で別に温度下がるわけじゃないんだよね。そうですよね、うん、でもさ、あの風鈴の音を聞くとさ、はい、あー、この爽やかな風がね来てるなっていう感覚を感じて、涼しさを感じるじゃない。感じます。不思議ですよね、音を聞いて涼しさを感じるなんて、多分日本しかないと思うよ、こんな文化。あ、そうかもしれませんね。だって気温関係ないんだもん。だけどさ、なんとなく爽やかな気がするじゃない。確かに、こういうね、風鈴のこういう文化ってさ、はい、日本人は当たり前だけど、多分外国人はそう感じないだろうなとかいつも思ってますけどね。そうなんですかね、うん、なんかこうあまりにも身近というか、当たり前だから、当たり前なことだったの で、あまり感じたことなかったですけど、確かに、ね、そうか、音で涼しさを感じるなんてさ、すごいことだよね。そうですね、そんなことをね、はい、思いますね。思いますか、夏になると。まあ夏ね、風鈴の音をついてね聞いちゃったりしますよね、はい、まああとはね、私はですね、いいですよついにね、あの、なんといってでもね、あのいろんな番組などでこうお話ししてたりするんですけれども、はい、8月の6日から阪神甲子園球場で開催しております。来ましたね、はい、はい、第101回全国高等学校野球選手権大会、通称夏の甲子園が、もう夏といったらすごい、はい、思い浮かべるものなんですけれども、まああのちょっと2010年くらいから毎夏決勝戦、うん、見に行ってるんですよね。すごいよね、はい、本当に大ファンですで初めて見たのが、あの興南高校が春夏連覇した、うん、試合、ま、決勝戦を見たんですけれども、ま、今現在ね、こうプロで活躍をされている選手たちも、うん、あの高校生の試合を見たりとかね、なんかこう親心じゃないんですけど、うんうん、あ、プロに行っても頑張ってるっていう見方をねしてしまったりするんですよ。嬉しいわけだ、そうだったんですよね、はい、うん、で、まあ、夏の大会ということで、まあ、3年生にとっては負けてしまったら本当に最後の引退試合という形になってしまうので、やっぱりこう思いがそれぞれ入りますよね、うん、なので本当にあの今年もね、あの大会の方を見に行こうかなと思ってるんですが。いいですね、はい、もううずうずとしておりますよ毎年だもんね。はい、そうなんです。うん、高校野球連盟からさ、表彰とかしてもらったのかな、はい、いやいや、そんなレベルではないと思うんですけどすごいファンですよ、本当に。いや、もう年々好きになっていくのでね。東京から行くんだもんな、わざわざ。はい、そう、何があっても必ず決勝戦は行かせていただいてまして、うん、素晴らしい。はい、まあということなんです。はいあの、ね、菊池さんがあれそろそろじゃないかなみたいな、ね、いやもういやどこまで黙ってれば喋るかなと思ったんだけどさすいません、あのそろそろ番組に戻っていただいてよろしいでしょうか。ありがとうございます。よろしくお願いします。はいではですね、失礼いたしました。皆さん、この番組言霊アラカルトはフジテレビ本間デカ TV ご出演の後、いまだ時の人トレンドになられつつある筆跡心理コンサルタントの菊池克人さんと、セリフを話すという職業についております私、女優佐々木千秋が、言葉の大切さや魅力、文字を書くことから見えてくるものだぞを言霊として皆さんにお伝えしていく番組です。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。それでは最初のコーナーは言葉の魔法のコーナー。このコーナーは普段何気なく使っている言葉の意味や使い方について、改めての魅力やその影響についてのワンポイントアドバイスを菊池さんの独自の観点で解説していくコーナーです。一つの言葉の使い方で意味や相手への印象、そして自分も含めたその言葉の持つ力、魔法がですね、脳のプログラミングも変えてしまう可能性があるということについて伺ってまいりましたが、菊池さん今回ははい、はい、あの今回を話す前にちょっと前回のね、復習というかさ、はい、振り返りしたいんだけども、はい、前回あの願望っていう言葉、ええ、危険ですよっていう話をしたと思うんだけども、はい、結局願望って、まあ、昔の本なんか見るとよく書いてあるんだけども、うん、願望って言った途端に、はい、夜空に浮かぶ
まあ、北極星と言わないけどさ、はい、星に見えちゃうわけですよ。うん、ということは願望に向かって走る自分が好きだになっちゃうんだよね。はい、あら、そうなんですよね。もっと言うとその前提は手が届かないよねってことが前提になって、でもそこに向かって行くんだよっていう状態を、はい、なんとなくいいなと思うようになってきちゃう。これはすごい危険なことで、あ、だからどうしても願望って言葉を使いたいっていう人もいるんだけども、はい、じゃあそれいいですけども、その願望が満たされたらあなた何するのっていう質問をすることによって、はい、願望、夜空に浮かんだ星がさ、地にぐっと落ちてくるわけだよ、はい、でこれをまたいで踏み越えて次何やんのっていうふうに聞くことによって、あ、はい、あ、それって願望じゃないね、自分が何かやるための途中経過だねって思える自分がいたりするので、うん、願望っていう言葉は皆さん結構好んで使う人も多いんですが、そうですね、危険ですよってことだけは知っといた方がいいね。ああ、ちょっと危険な一面もあるよというような、あるよっていうことは一応知っといて、そんな解釈もあるんだなってことは片隅に置いとくと、うん、あ、なるほど、うん、願望イコール手が届かないものっていうふうな前提が入ってると、ずっと願望をかけるだけの人間になっちゃうんで、そうですよね、手にね、これ違うの、もったいないでしょ、もったいないですよ ね、そうなんですよ。うん、でこれはまあ前回の、はい、振り返りことなんですが、ね、はい、今日やるのはね、これあの親御さんなんかもお子さんに対してどういうかってことと、はい、まあ、テーマとしてあるんだけども、これどういうことかっていうとね、例えばさ、子供がさ、お子さんが学校から帰ってくるじゃない、はい、でランドセルをバーンと投げてさ、はい、もうすぐにゲーム始めようとしてる、よくあるでしょ。あります。その時にさ、A という最初の親はね、はい、宿題をやれば、はいはい、ゲームしていいんだよっていう言い方をする親がいるわけですよ。はい、宿題をやればゲーム、宿題すればゲームやっていいんだよ、うん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 、だから宿題早く先やっちゃおうっていう親がいるわけですよ、はい、でこれはさ、子供がそうか、宿題やれば好きにやっていいんだ、ゲームやっていいんだ、目的を作るような流れになってくるんですよ、うん、だから自分でこれをやればいいんだ、主体的に動こう、はい、だったらやっちゃおう、そしたらゲームできるからっていうのをこう刷り込む言い方なんだよね、はい、あ、 なるほど、ね、はい、でこれは結局、これはあの専門家に言わせると、脳のね、その報酬系運動っていう言い方をしてるらしいんですよ。報酬系、何かがもらえる、ああ報酬、うん、はい、いわゆる自分で決めてどんどん動いていったら、この場合で言えばゲームしていいんだっていう報酬がもらえるな、興奮するわけですよ、はい、ということは脳の中で興奮剤であるドーパミンとかさ、あとは幸福感を味わうセロトニンとかさ、はい、あと愛情を感じるオキシトシンとかっていうものが、はい、脳内で出るとされてるんです。そんなに言われてんだよね。そうなんですね。だからこのやり方をしたらすごくいいですよって分かっているんだけども、残念ながらほとんどの方々はこれと逆のことを言うんです。どんなこと言うか、宿題やらないとゲームはさせないよって言うんですよ、はい、ね、こっちの方が聞いたことあるかもしれないですね。あるでしょ、はい、でなぜこれを言うかというと、はい、この方が子供に言うこと聞くんですよ。あ、だってゲームやらせてもらえないんだもん。そっか、そうですよね。でしょ、はい、だから多くの親はこの言い方をするし、自分も結構この感覚で育ってる方が多いんですが、はい、これってゲームができないっていう問題が明確になるわけですよ、はい、と問題を回避するために宿題やんなくちゃってなるわけだよ。うん、そうですね。でこれ身についちゃうとさ、はい、どうなるかというと、問題さえなければいいんでしょっていう人ができるわけだよ。ああ、考え方として、そう、だから最低ギリギリこれ超えればいいんでしょ別にっていうことで、さっき最初のこのように目的を自分で作って、はい、よしそこに行くぞっていうのとは違うでしょ。そうですね確かに、問題さえ回避できればいいじゃん別に、言われたことやってんじゃんっていう子になるわけですよ。やればいいんでしょうになりますもんね。そうですそうですね、確かに。要はさ、問題を回避したいってことは、はい、危険なことが目の前にこう出てくるわけですよ。うん、この場合で言えばゲームができないかもしれない。そうですよね、自分にとって不快なことだよね。うん、これに対して、はい、脳みその中でやっぱりコルチステロンってさ、危機回避の時に出てくるホルモンが出てきたり、はい、あと緊張とか興奮とかする、はい、アドレナリンってやつが出てきて、はい、これは昔ね、人がジャングル歩いてる時に目の前にライオンが来たらさ、うん、はい、どうするって思うじゃない、うん、と血液を内臓なんかにも置いとく必要ないんで、もう筋肉に全部やってすぐ逃げるか戦うか隠れるかっていうふうなことを要求されたことに相通ずものがあるんですよ、はい、それをしょっちゅうやってると子供がそういうことばっかり考えるようになって、
問題なければいいじゃんっていう子になるよねってことなんですよ。ああ、そういう可能性も確かに、そうですね、ちょっと苦しいなっていう感じが続きますもんね。だからさっきの子は報酬系に入ったって言ったけど、はい、こっちの子は苦痛系に入ると言われてるんです。苦痛を避ける、苦痛さえ避ければいいよって。だけど苦痛を避けるって一番すごいみんな欲求としてあるんですよ、はい、そうですね、まず苦痛を避けたい、はい、そのために分かった、じゃあ宿題やるよ、はい、格好の上では宿題やってるからいいんだけど、中身には違うものがどんどん蓄積されてるってことで、あ、まあ、さっきのホルモンもね、そんなものが出るとまあ言われてるんですよ、専門家の中では、はい、だからそういうものも知ってれば、はい、子供に対する何でもない言葉なんだけど、ね、宿題やればゲームしていいんだよっていう言い方をした方が、はい、本当はいいかもしれないねってことなんだよね。確かに本当です ね、あのお子さんは宿題をするという声も全く一緒ですけど、まあ、この言葉一つだけで全然違う。だから脅かしてやらせるのって絶対ダメです。違うんですねでも脅かした方が効くんだよ、だからみんなやっちゃうんだよ。確かにそれは違うでしょっていうことなんだよね。なるほど、すごくね、あの自分のことに置き換えながら、こう周りのねお母さん方の話なんかもね、よくお友達で聞いてたりしますけど、はあ、確かにと思いながらね、今日ちょっと聞かせていただきました、はい、ありがとうございます、はい、菊池さんの説明をですね、もう一度聞き直したいという方は、この番組放送終了後約1週間程度で YouTube に言霊アラカルト再編集映像配信版としてアップされておりますので、アルファベット大文字で言霊、カタカナでアラカルトと検索をいただきまして、ぜひ改めてですねご覧いただければと思っております。なおですね、一般的によく使われる言葉や表現から出てくるフレーズだったりもしますので、聞き逃さないように注意していただくとともに、何気なく使われている言葉の裏側にあるその人の意識を言葉から探って見極めていくことで、相手とのより良いコミュニケーションに活用していけるのではないかと思っております。そうですね、はい、そしてですね、今回菊池さんにお話しいただいた内容なんですが、あくまで参考にしていただくものであって、決して断言するものではないこと、くれぐれもご注意ください。いかがでしたでしょうか。何気ない言葉や言い方、まあ、その人の心の奥底にある意識が隠れているのかもしれません。まさにですね、言葉の魔法です。以上、言葉の魔法のコーナーでした。千秋のマンスリーソング。さて、このコーナーは私佐々木千秋のお気に入りの楽曲をかけさせていただくコーナーです。今回は小袋さんのダイヤモンドという曲を選ばせていただきました。はい、まあ、ダイヤモンドということで、とてもピカピカ光る宝石だと思うんですよね、はい。まあ、あのこの曲なんですが、まあ、2013年にリリースされた楽曲でして、その年のテレビ朝日で放送されてます熱闘甲子園というあの高校野球の番組があるんですが、その番組のテーマソングとなった曲になります。はい、まあ、あの今日冒頭でもね、今回お話しさせていただいたんですけれども、うん、どうしてもこう、まあ、高校野球ということでね菊池さんがちょっと苦笑いをなされましたね。いやいや、どうだですよあのずっとねこう頑張ってきて輝ける瞬間というのが、やっぱりこう球児たちのね今までの練習の成果が出る瞬間ということを、いいですね、うん、まあ、このダイヤモンドの曲の中で歌っていらっしゃったので、今回は選ばせていただきました。はい、改めまして、筆跡や言葉の使い方などに注目しておりますこの番組言霊アラカルト、担当は菊池克人と佐々木千秋です。続いてのコーナーは字は体を表すのコーナー。このコーナーは筆跡心理コンサルタントの菊池さんが、文字の書き方によってその心理分析をする際の簡単なワンポイントアドバイスをしていただくコーナーです。菊池さんにはですね、どういった型が書かれた字というのを伏せましてですね、うんうん、まさに字だけを見ていただいて、うん、こんな字を書く人はこんな性格といった解説をお願いしております。そしてリスナーの方でご自身の字を菊池さんに分析してほしいという方はですね、ご住所とお名前をご自分に手紙を出すようにお書きいただき、 03-3949-3472 までファックスをお願いいたします。それでは菊池さん、今回もですね、次回ゲストにお招きする方に予告編というわけではないんですが、うん、まあ、どんな方がゲストに来ていただけるのかということを筆跡分析の立場であらかじめリスナーの方にもですねお伝えしておこうかなと思っております。はい、はい、ちなみに今回その方に書いていただいた文字はですね3文字、これ、うん、北海道です。はい、北海道と書いて北海道ですね。はい、
では菊池さん、分析のポイントを交えながら解説をお願いいたします。はい、じゃあこの字を見ながら、北海道漢字3文字なんですが、はい、この北という字を見て、ね、これはすぐ見たの感じたのは、はい、真ん中にやっぱり白い空間が出てるんですよ。これ、まあ、辺と作りって言い方をするかどうか分かんないけども、北っていう字の場合はね、はい、真ん中に結構空いてるんだよね、この人ね、はい、もう見てすぐ分かるよね。そうですね、これ一般的にね、やっぱここ開ける傾向のある人というのは、はい、ここにはその人の心の広さが入ると言われていて、心の広さ、うん、広い人はあの結構自分とは違う話でも、はい、違う意見でも聞けるような心を持ってるんですよ、はい、逆に言うとこれは狭い人って、はい、結構聞けないっていうかさ、うん、聞いたふりはするけど全然心の中で聞いてないよなんていうことをやる人もいるんだけども、この方は結構広いので、はい、どんなことを言ってるんだろうね相手がねみたいなことを、うん、結構素直な気持ちで聞けるその姿勢というかね、ああなるほど、それをお持ちになってる人だなって気がしますね。まあ、話っていうよりもその人の心までね、そうそうそう、なんとなくそういうのは、うん、この人はこの字を書くのはやっぱり気持ちがいいわけで、うん、で気持ちがいいという風な感覚も多分ないと思うんですよ、はい、北っていう字はこうやって書くもんでしょって最初から思ってるわけだから、はい、それを読み取るということなんでね、ああ、うん、なるほど。あとはね、はい、海っていう字の、はい、あの毎日の前のさ、はい、横線の上下の空間と、はい、道っていう字の首っていう字の横線が2本入った3つの空間ができますよね、はい、これが全部これね、こういうところは全部できるんだけども、はい、こういったものはみんなほぼ等間隔になってるんですよ、この人は。あ、均等になってるでしょ。そうですね、横線のところがちょうど 均等になってます ね。でこれはあの無意識でやってるはずなんですが、はい、自分の中でこれってこうやって書くもんだよねっていう風なものが非常に心の中にあって迷わずにその通りの行動をしてるんですよ。うん、でこれは言い方を変えると、はい、結構自己コントロール能力、自分はこうするんだよね、はい、こうする人なんだよねってことで自分をコントロールする能力が結構高い人ですね、はい、人によってはこの空間の感覚を別に均一にするなんてことを何も考えずに2本引きゃいいんだろうって人もいるし、横線ペット引きゃいいんだろうって人もいるし、はい、こういう人は引きゃいいだろうってことなんですよ。ただこれ言うとなんかその人が悪いみたいに見えるけども、決してそうじゃなくて、もっともっとこうあるべきでしょうじゃなくて、はい、自分がどう思うかっていう感情をすごい大事にしてる人だと言われてるんですよね。こうやって均等に書く方は、はい、それはわかるけども、でもこれってこうあるべきじゃないの、こういうコントロールしなくちゃいけないよねってことを、はい、まあもともと考えてる方ですね。あ、そういう傾向が強いということが分かると言われてるんですよ。うん、均等ってね、実は難しいですよね。難しいでしょ。はい、であとあの 海という字の、はい、あの毎日の前の横の角が四角くなってるのと、はい、道っていう字の首のやっぱりあの右上の角が四角くなっているので、はい、ここはいわゆる普通の行動傾向を表すということを言われているんですが、はい、これを丸く書く人もいるわけですよ。ピッと丸く書いちゃう。あ、この方はきちんと角を折ってますよね。そうですね、直角ですね、やってますよね、はい、これもいわゆる自分の行動傾向の中に決まりがあるじゃん、ちゃんとその通りやろうよっていう感覚があるから、はい、ここを省略しないんですよ。これ丸く書く人って、はい、いや分かってるけどいいんだよこんなものはっていうことで結構優柔不断な対応する行動する人もいます。あ、そうなんですね。うん、この方は結構その辺はあのさっきのいくつかの話と一緒できっちりやろうよみたいなところがあるんだよね。これがちょっと分かりますね。本当だ、面白いですね。あとね、はい、道っていう字の、はい、首の上の部分の第2画目なんだけど、はい、ひねってますよね字をね。そうぐっとひねってるでしょ。ぐっと筆が入ってる感じがします、ね、はい、このひねりというのはどこの字で出てきても全部同じなんですが、だから道という字だけじゃなくていいんだけども、ひねりが入る方というのは、はい、結構自分の中に自意識が強いというか、あるいはそのこだわりが強いというか、はい、あるいは自分の存在意義に対して特別なこの意識を持ってるとか、はい、結構ね、うるさいものを持ってる方が多いんですよ。そうなんですか、うん、こだわりですか。こだわり持ってんの。ただこの人はさっき言ったように、はい、北の字で言ったように、はい、人の話をちゃんと聞けるって分野を持ちながら、うん、自分の中にそういうものを持ってるので、はい、分かりづらいとこがあるね、きっと周りから。あ、なるほど。あるものはうんうんって話を聞きながら、その実内部にいやいやそれダメよっていうのも結構持ったりしていて、
あと自分のコントロール能力が高いから、はい、コントロール能力って結構低い人いるじゃない、あのすぐに泣き叫んだりさ、はい、感情を表に出したりさ、羨ましいですよね、すごく。そういう人に対しては、はい、結構厳しい目で見たりするとこもあるかもしれない。あ、そうなんですか、うんうん、まあこれは分かりませんけど、まあ、本人に聞いてみないと分かんないけど、そうね、そういうところがね、はい、やっぱりこの3つの感じの中からいろいろ出るかなっていう気がしますね。そうなんですね、はい、なんかまあ辺と作りというか、まあ、北の猫の間に大きな間があるというところと、うん、その実際にこだわりもあるよというところが、そうだね、まあ、イコールなんですけど、ちょイコールじゃないところというか、うん、そうそう、だから自分の中にあるこだわりが周りの人が分かってないと、うん、はい、ふんふんっていつも聞いてくれてるのに、なんか突然違うこと言うねみたいなことで分かりづらいところがあるかもしれない。なるほど。だからもしこの方はそれを分かりやすくするんだったら、やっぱり自分のこだわってるところは周りに分かっておいてもらった方が楽だよね、はい、ああ、なるほど。お互いに、ね、周りも楽だし自分も楽だよね。あ、確かに、うん、そうでしょ。長く付き合ってたら分かるかもしれない、ね、分かる分かる、もちろん長く付き合っていけば分かるよ、うん、そうですよね。あとはもう本当に字が大きいという印象でした。私は大きいです。あのす、ね、この四角い中で、はい、この大きさは目いっぱい書いてるとまでいかないけども、やっぱり大きな傾向があるので、この大きな字を書くということは、はい、やっぱり行動的な人の、あ、要はね、はい、あんまり行動するの好きじゃないっていう人は、はい、大きな字を書かないですそうなんですね。ちっちゃな字を書いて遠慮する、はい、いわゆるね、何を言ってるかというと、はい、この白い枠の中全部がその人の世界だと思っていいんですよ、うん、ね、はい、そうすると大きな字を書く人って所狭しとその世界を歩き回りたい人ですよ。なるほど。だから行動に出るんですよ。小さな字を書く人っていうのは、はい、いやいやもう とても私そんなじゃないですからみたいな感覚になるわけだよなるほどね、遠慮しちゃう、はい、だから目立つような役を させられちゃうとすごい苦痛になったり、はい、まあしますね。なるほど。なんで笑ってんですか、ね、ちょっと自分のこと言われてるのかなと思っちゃいました。いやいやいや、大きな字を書く人というのは、はい、基本的には行動的です。だからまず行動してから考えようよ、あるいは行動しながら考えていこうよ、はい、まずは動いてみなきゃ分かんないじゃないってことを、まあ、考えてることが多い人ですね。なるほど。いやー、なんか本当に今回もですね、いろいろなちょっと新しい部分も、あの私自身、うん、あの菊池さんの今この分析を聞いていて、新しいなというふうに感じたところも多々ありまして。あ、そうですか、はい、うん、すごく勉強になったなという感じなんですが、まあ、ちょっと私的にラベリングをさせていただきますと、うん、何はい、次回のゲストさんはですね、うん、広い心を持って広い心を持って、うん、そしてこだわりもしっかりと忘れていないという ね、熱い心を持った方ですいかがでしょうか。あと自分の自己コントロール能力が結構高い。そうですね、うん、はい、とっても楽しみになってきましたよ。そうですね、はい、はい、では以上、字は体を表すのコーナーでした。どうもありがとう。皆さん、なんともうエンディングのお時間になってまいりました。言霊アラカルト、いかがだったでしょうか。この番組は毎月第2第4土曜日お昼14時30分からお送りしておりますので、ぜひ次回放送も同じ時間お耳にかかりたいと思います。菊池さん、今回はいかがでしたか。いや、ちょっと甲子園の話さ、もっと聞きたかったんだけど、なんか本当ですか、途中で切っちゃったみたいで悪かったなと思った。いやすいませんでした。本当にまたね、次回というか、まあ、機会があったら、そうだね、熱く語らせていただくので、はい、ありがとうございます。ありがとうございますはい、私もですね、風鈴の音の、ね、お話、はい、ちょっと夏を感じられたなという感じだったので、ありがとうございます。すごく良かったです。はい、はい、では皆様、この番組へのご意見ご質問ご感想などお便りの方もお送りいただけますようお願いいたします。メールアドレスは info@plus-vox.com info@plus-vox.com 言霊アラカルトまでお待ちしております。それでは言霊アラカルト、またお耳にかかりましょう。皆様のお相手は菊池勝人と佐々木千秋でした。ではまた次回お耳にかかりましょう。